Hey guys! モンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV! よ、おめえら、どんなウルージがタイプだ?ということで、やっていきましょう。すいません、言いたいだけです。呪術廻戦初見読み、やっていきたいなと思います。皆さん、今回のジャンプゲットしましたが、めちゃくちゃかっこいいよね。ごめん、呪術と関係ないけど、ヒロアカのこのグリーンとさ、めちゃくちゃいい感じにこれ表紙になってるよね。毎回思う、ポスターくれ。めちゃくちゃかっこいいね。てか、本当に今ね、もうジャンプどの作品も盛り上がってるんですよね。そして、どの作品も映ってんだよね。本当に、映つ。大丈夫みたいな。ヒロアカもなんかこう、おーって感じだしさ、で、呪術もそうじゃない。で、ワンピースも結構大変な状況なのよ。まあ、ワンピースはね、まあちょっと、親っていう感じで、こーなってきたかなって感じなんだけどもね、果たしてっていう感じでございます。もう本当にね、大変ですね。で、ドクターストーンもそうですね、もう、考えられないね。はい、呪術廻戦どこでこう、グッてこうなってくれるのか。いや、って言ってもなんかこう、ハッピー界そんなにないっすよ。もうね、二次紹介がそんなにないって言ったらもうね、頼むわ、本当に。はいはいはい。あ、ヒロアカの次ですね。その今回ワンピースがないんだよ。本当に。もうたまらんね。本当に。呪術廻戦はね、もう毎週あるからね。もう嬉しい限りですよ。本当に。お疲れさんです。本当にお疲れさんです。大丈夫?あ、オーケー!余計なページ見ると済んだ。もうこれね、もうパッと見た時にね、もう始まってると、あーってなるんだよね。オッケーオッケー、来た来た、お骨!いきなりお骨!来ました。呪術廻戦第143話。もう一度。もう一度?おー。辛そうですね、直哉さん。辛そうですね、直哉さん。そしてこの顔。顔怖い。おー、見下ろすなや。めっちゃおこやん。ぐらーなんだなんだなんだおえおーおーおーなんだ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 なんかちょっと、なおやくん、ざまーじゃないの。なにこれなにこれなやこれ毒おーほう、石化そうですね。そんな効果が、はいはいはい。あー、いいねいいね。今さら人間ちゃうことに気づいたんやな。うん。受肉体か。人外血が入って体がそれを拒絶しとんのや。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。直しましょうかって。おー、直しましょうか。おー、直さなくてええで。おー僕の反転術式、人も直せますよ。おお、マジですごくねそれ。え、やばくね。その代わり。おお、イタドリくんの死はあなたの口からも上に報告してください。あーいや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 、ほら俺言うたやん、言うたやん。だからね、おっこつくんが悪い人なわけないじゃないですか。ほら、だってさ、普通にゼロ感見てさ、のリカちゃんとの感じを見てよ、ねえ。そしたら、おっこつくんがそんななんか、やばいやつに思えるだ、俺ずっと言ってた、俺ずっと信じてん。ほら、ほら、ほら、なんかページ戻ったし、ヒロアカ、おい、ヒロアカ、お前1ページ目からドカンくんじゃねえよ、ほんとに。本当に。いや、言うたやん。だから、もう、ねえ。だから、おこつくんが悪者なわけないんすよ。いや、いいね、いいね、いいね。最高です。我らがおこつ先輩、ここにあり。いいね。さあ、ジン。何ですか、父さん。彼女の話をするなら帰りますよ。ジンの思いはどういきょ、あれ?わっ!嘘?ちょっと待って、いたのりくん、ええ。だから、薫は死んだ。おやだ!ちょっと待って。待て、あがん。ちょっと待って、ちょっと待って、本当に。呪術攻めてんな、マジで。嘘やん。あのね、どういうことこれ。ですね、とりあえず、おこつ先輩は、いい人でした。やったーみたいな。もうだから、おこつ先輩出てから、怒涛のね、すごい展開じゃないですか。もう、案の定、みんなハッピー。ね。おこつ先輩、いい人でした。よかった。からの、いたのりくんの親登場。しかも、両方登場。うわ、わーおみたいなね。おじいちゃんもまだね、健在で。で、お父さんも出てきて、なんか、いたのりくんと似ておりますよね。で、お母さん。どう言えばいいんだろうな。メロンパン。あかんって、これ、ほんとに。おい、てめえ、かも。待って、今までいろんなね、作品ございましたけど、こんなことはないぞ。かも、どういう気持ちなんやろ。要するに、カモおっさんやん。カモおっさんと、お父さんとなんか、ハッピーな感じになったんでしょ?おーおー、もうなんとも言えない。俺はこれに関してはね、ちょっとね、どんな言葉も出てこないわ。これはすごい何の話ですか?こっちが何の話ですか?で、ほんとに、ちょっと待って、俺、思考停止しそうや。どういうことこれ、イタドリくんびっくりすんな、マジで。お前の母ちゃんやぞって。あいつ、お前の母ちゃんやぞって。いや、なんか間違ってませんみたいな。せめて父ちゃんやろって。え、なんならじいちゃんじゃねみたいな。いや、ちゃうね、母ちゃんやね。母ちゃんみたいな、なんか岩さんみたいな感じになるよね。岩さんの父ちゃんの、母ちゃんの、母
ちゃんみたいな感じにバコン言うて、俺がなりそうやわ。びっくりした。どんだけこのページでリアクションすりゃいいね。本当に、それぐらい、それぐらい。もうようわからん。本当にようわからん。で、うん。この、だから、おじいちゃんはあの女はやめとけ。そりゃそうやろ。なんかやばそうじゃん。あの女はやめとけ、言うて。で、その、かおりさんが、かおりさんとは別ってことでしょこれ。かおりさんは別。かおりさん、亡くなりました。欲しがっていたかおりさんとの間に欲しがっていたけどもダメだったね。そして現れた、おっさん。ま、知らんわな。メロンパンダちゃんって。メロンパンダちゃんじゃねえか。ふざけんなよ、マジ。何考えとんねん、これ、ほんとに。ほんで、いきなり、いたどりくん。そして、メロンパンじゃないよね。ああ、いいね、いいね。いたどりくんと、おっこつくん。顔怖えよ、マジで、ほんとに。あれ俺、よかった。おー、ほら、この顔ですよ。この顔。ほら、よかった。もう、こっちまでこんな、ほーってなりそうですよ、ほんとに。もう、言うたら、この、上からの下。ああ。で、俺は1ページ戻ると、弱かな。メロンパンダちゃん。いやー、えぐいなー。うん、5月頃かな、五条先生がわざわざ会いに来てね。おう、君のこと頼まれた。おう、いいじゃん。先読み。いいね。それでもう一度芝居を打たせてもらった。芝居。うん。おう、ちょっと嫌な予感がしてさ、めちゃくちゃ当たってんじゃん。その嫌な予感とやら。ねえ、何か知らんけど。はぁ、僕らなんか、あったら今の1、2年のことを、ゆうたに頼みたくて。そこまで。なんか上層部の方がね、いたどりくんを狙うとかじゃなくて、さらに僕に何かあったら、おぉ、わかってんねー。何かって女性関係ですか？いいと思う。ゆうたも冗談言うようになったんだね。いや、五条先生に何かって想像つかない。そりゃそうだ。ごもっともです。本当にごもっともです。冗談じゃないんだよね。特に、一年のいたどり、ゆうじ、あの子はゆうたと同じで一度、一口形を決まったみだ。そうだよね。で、みぐり、みぐりね。先生に会いたくないそうです。それはな、ボコられたからっていうことなんですかね。他に執行人を立てられたり、たどり君の情報を出されるよりは、こう立ち回るのがベストだと判断した。そういうことね。ここで回想終わってと。はい。あっちもバカじゃないから、総監部と執行人として認めてもらう代わりに、たどり君を殺すっていう縛りを結んだ。だから一度殺した。本当にごめんね。はぁー、いや、じゃあなんで俺は生きてんだ。廃棄者。反転術式。ここまでいけるんですね。あ、体調悪いっすよ。治します。死にました。オッケー、戻します。やべえじゃん。チートやん。君の心臓を止まると同時に反転術式で一気に治癒した。まあ、治すっていうのは変わらんだよね。僕が生のエネルギーをそのままアウトプットできることを知ってる人は少ないしね。はぁー、以前の君の話を聞いていたから、いけると思って。それはやっぱ、あれですかね、その、スクナ入ってるからこそ、ね、やっぱ普通の体とちょっとまだ変わってきてるじゃないですか。だからその、回復させれるってさ、普通の人だったら回復も何もっていうところが、死んでも大丈夫っていうさ、板取くん一回死んでるじゃないですか。的な感じかな。それ聞いてるから、あ、なんとかなんじゃねみたいな。そういう感じかな。普通の人間にはでも厳しそうだよね。さすがにそれいけたらもうチーターですやんね。もう君の死を偽装するのはこれで二度目。ああ、確かにね。そうだよね。すぐにバレるかもしれないけど、状況だしね。はい。いいじゃん、執行済み。そうだね、どうしてそこまで。いいですね。もう怖かったよね。本当にトゲ君の件でどうなることやらっていう感じでございましたけどもね。さすが。わかってるね、本当に。ね。はい。おぉ。優しいねんな。ああ、でもね、イタドリ君はそうだよね。悲しいやんね。イタドリ、誰やで、どっから来とんねん。嘘でしょ。伏黒くん？マジで？伏黒くんですかね？はぁ、あ、さっさと光線いい戻ったらやばくね？マジで大丈夫なんだ。でも、イタドリくんはそうだよね。行きたくないよね。そうだよね。まあ、迷うわな。はぁ。本気ではなかった。ドリくんは本気になれなかったっていうことかな。これきついだ。優しい人間だからこそだね。めちゃくちゃ優しいじゃないのよ。お前一人で勝手に諦めるな。なんてやつだ。なんてやつだ。もう。素敵。やばい。そんなことねえよ。俺が泊まりに行く限りずっと苦しむことになるんだぞ。そんなことねえよ。何を言うんだ。本当に。まず俺を助けろ、イタドリ。出た。カモ。カモ、ノリトシが仕組んだ呪術を与えられた者たちの殺し合い。死滅回遊。死滅回遊に積み木も巻き込まれている。めっちゃ起きてるやん。めっちゃ目、怖い感じやん。こっち、ごめん、こっち、誰ですかね、これ。
こっちが一瞬パッと分からんな、この銀さんみたいな。これ誰ですかね、ちょっと俺ちょっと今パッと分からんけども。誰で、死滅回遊、死滅回遊、死滅回遊とは、それはあれどういうこと、あれ、最初カモくんがなんかこれから荒れるよみたいな、たくさん持ってくるよって言ってたやつでしたっけ、妖怪たくさん出しますよみたいなね、呪霊いっぱい出しますよみたいな、そういう流れですかね。すごいよ、すごいよ。ハンターハンターですかね、これは。死滅回遊、死滅回遊、ルール、ちょっと待って。すごいよ、これ。死滅回遊、ルール。1、プレイヤーは術式覚醒後、19日以内に任意のコロニーにて、死滅回遊への参加を宣戦しなければならない。術式覚醒後って、術式を使ったらってこと？これ、むず、これ。まず、理解から始まるぞ、これ。死滅回遊に参加しますよって言わなあかんってことだね。そして、ルール2、善行に違反したプレイヤー、からは術式を剥奪する。術式使ってでこれやるよっていう風に言わなかったら術式使えなくするっていうことやね。はい。非プレイヤーはコロニーに侵入した時点でプレイヤーとなり、死滅回遊への参加を宣戦したものとみなす。はぁ、あ、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 そういうことね。やってなくてもコロニーに入った時点でお疲れしたっていうことやね。多分そういうことやんな。ルール4、プレイヤーは他プレイヤーの生命を絶つことでポイントを得る。ひど殺し合いですね。はい。ルール5、ポイントとはゲームマスターによってプレイヤーの生命にかけられた価値を指し、原則術師5点、非呪術師1点とする。ルール6、プレイヤーは自身にかけられたポイントを除いた100ポイントを消費することでゲームマスターと交渉し、方死滅回遊にルールを1つ追加できる。これすごいですね。これ縛りってことでしょ。これだいぶポイントじゃないの。これを使って何をする。いや、それにしてもこれだいぶ殺さないといけないね。100L ってさ、きつくね。でもそこまで行ったらなんかルールをできますよ、追加できますよ。そうするとそのルール次第ではひっくり返せるかもしれないという、ちょっとそういったところだね。ルール7、ゲームマスターは死滅回遊の永続に著しく触る場合を除き、善行によるルール追加を認めなければならない。あら、強制プレイ。あ、これすごいですね。いや、これやばいね。頭いいやつ来たら終わりじゃん。おー。で、ルール8、参加またはポイント取得後、19日以内にポイントの変動が見られない場合、そのプレイヤーからは術式を剥奪するということでね。誰も殺しませんっていう人がいたら OK、 じゃあお前術式使うなやってことやね。呪いの海を巡る死のゲームが始まるということでね。すごいね。とんでもない展開になっているね。こういうことね。カモさんの言っていたことはね、いろいろとなんか、ごちゃる用的なね、たくさん呪霊が出てくるっていう話、そういうことやんね。で、さらには、伏黒の姉ちゃんだったりとか、そういう風に人を操って、戦わせるっていう、もう最悪じゃないですか。どんな展開になるのやら。それはそれにしてもなんか、イタドリくんマジか、すごいな。てか、あれだね、前回の呪術散歩であったけども、その伏黒くんがなんか女の子に逆ナンされててるっていう時にさ、みんな言ったじゃないですか、茶化しにね。その時に五条先生とかね、ちょっとなんかおねえな感じで言ったりとかさ、くぐさきもそんな感じでこう言ったわけじゃないですか。で、その時にたとりくんは俺の彼氏を取ってみたいな感じでやってたからさ、彼氏っていうところでね、男同士な感じになって、こっちもカモさんが女性の方になってこうね、男同士な感じになって、すごいですね。急激な BL 展開ということで、これが今始まったゲームということですかね。とんでもないですね。想像を超える BL 回遊が始まったということで、皆さんいかがでしょうか。今回こんな感じで締めていきたいなと思いますけどもね。追いつかない思考が多分俺ちょっとルールがね、ちょっと分かってない。多分ね、いろいろと違うところあると思うんで、コメント欄でご説明いただけたら助かります。ということで、今回この辺で終了していきましょう。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。OK ですか？それではまた次回お会いしましょう。See you next time!